アイドルグループ、AKB48 の、大島優子にとって最後の、センターとなる新曲、前しか、向かねえ、が、2月3日のフジテレビ系、スマップスマップ、で、テレビ初披露されることが、30日、明らかになった。同曲は、前しか向かねえ、最後くらいは、かっこつけさせてくれ、新しい世界に、ビビってるけど、もう後には、弾けねえ、といった、歌詞が含まれるなど、新たな旅立ちを歌った内容で、AKB48 卒業を、発表した大島優子の、心情を歌っている。24日に東京ドームシティホールで、開催した、AKB48、リクエストアワーセットリストベスト200、2014、で、初披露した時に、どんな時も、前を向き、私らしく最高に暴れますので、ついてきてくれますか、と、ファンに呼びかけていた大島は、30日に収録が、行われたスマップとのライブでさらに、パワーを爆発、終始、へぇ、と声を張り上げ、汗を飛び散らせながら熱いライブを、披露した。収録後は、スマップの草薙剛が、今日も、皆さんのアイドルのオーラに、クラクラしました、と語り、女性独特の振り付けに、苦労し、ちょっと、振り付けを、変えました、と告白。AKB 全員から、と、笑いと驚きの声が上がった。スマップとの共演では、AKB メンバーをスマップが、担ぎ、騎馬戦のようになる演出があり、騎馬戦のイメージがついちゃうんじゃない、と香取慎吾が、心配する場面も。アイドルグループ、AKB48 の、大島優子にとって最後の、センターとなる新曲、前しか、向かねえ、が、2月3日のフジテレビ系、スマップスマップ、で、テレビ初披露されることが、30日、明らかになった。同曲は、前しか向かねえ、最後くらいは、かっこつけさせてくれ、新しい世界に、ビビってるけど、